株式会社東京ビッグサイトは、東京都江東区有明に本社を置く、各種施設の管理及び運営を行う日本の企業である。当社の社名が通称にもなっている、コンベンションセンターの東京国際展示場のほか、有明パークビル、東京ファッションタウンビル、タイム24ビルの管理及び運営のほか、展示会の提案及び主催等の事業を行っている。また、 法人としての東京オビッグサイトは主に1956年に設立され東京国際見本市などを主催してきた社団法人東京国際見本市協会と1958年に設立され東京国際見本市会場を運営してきた株式会社東京国際貿易センターから成立したもので2003年に両社が合併し現社名に変更となった かつては、株主が、東京都と、市企業からなる、第三セクターの企業であったが、後に、東京臨海ホールディングスの子会社となっている。西東屋外駐車場、屋外展示場の利用休止について、東京ビッグサイト、http://www.bigsight.jp スラッシュトップニュース、pdf、パークインフォメーション。 pdf 2018年8月14日閲覧。西東屋外駐車場、屋外展示場の利用休止について、東京ビッグサイト、http://www.bigsight.jp スラッシュトップニュース、pdf、パークインフォメーションさん、pdf2018 年8月14日閲覧。竹花豊。か、 クリーティングフロムプレジデント &CEO ビッグサイト第三十四号東京ビッグサイト二千十七年一月三ページ二千十八年八月十三日閲覧 AB 西天寺棟西2ホールの利用休止について東京ビッグサイト http コロンスラッシュスラッシュ www.bigsight.jp スラッシュトップニュース pdf ニュースインフォ 16712pdf2018 年8月14日閲覧。7月から利用開始の東京ビッグサイト南展示棟が公開。展示会とマイス https コロンスラッシュスラッシュ w w w e v e n t b i z n e t スラッシュ。p=634342020 イコール年1月3日閲覧。 南展示棟開業のお知らせ、東京ビッグサイト、http コロンスラッシュスラッシュ www.bigsight.jp スラッシュトップニュース、pdf ニュースインフォ 19701pdf2019 年9月1日閲覧。コーポレートウェブサイトは、東京国際展示場のウェブサイトに内包。ありがとうございます。